はい、どうも、赤大輔と社長ともがお送りするマインクラフト。まったりマインクラフト。というわけで、前回言った通り、今回はこの屋根の建築の方をやっていこうと思います。あ、そっちじゃねえや、こっちだ。屋根の方もね、ちゃんと、多くは多く、松は松、アカシア、アカシアじゃねえ、白樺は白樺という形でやっていこうかと思います。階段状にね、よし、あ、一段パー高かったか。計算ミス、ケアラスミス。あれ、でもここに階段を置くとしたらいいのか、どうなんだ。とりあえず置いとこう。スタイル、ここに階段をいいんだ。オッケー。はい、多くの出番終了です。扉の位置が分からなくなるね。一瞬扉の位置が分からなくなる。こっち白樺入ってくる。白樺ダークオークカシだから、こっちアカシアだね。こっちアカシア入れてて松出してくれるか、ね、でこっちダークオーク入れといて、で白樺大量生産。よし、こうやってね、はしごは今回は立てます。めんどくさいから。そう、めんどくさいから立てる。今回に限ってはめんどくさいから立てる。よし、最初からね、もうこうやって照らしときゃよかったんで、ちゃんとね照らしてから作業するべきだった。あれ、あっちになっている階段。OK。階段作ってられるかな。さあ、そしたら、多くの木をいただきたい。すいませんね、手際悪くて。こうやっておいて、何個できる ?10 個か。そんないらねえ。そんないらねえけど。もう一個ぐらいかな。19個分、半分でいい。こんなもんかな。お、いいね、いい感じの数。よし、こんな立て続けに通ることが最近多くなってしまってね、本当申し訳ないですね。あんま立て続けに取っちゃうとコメントへの対応が遅れてしまうので、あんまりやりたくなかったんだけど、まあ、といってやんないと俺の中のイメージがすぐね、こうイメージ、最初にイメージした通りにやらないと、すぐなんか、ああいうの立っちゃうからさ。今回はもう本当、ちゃんと下の立てようと思ってたんで。あれ、意外と足んない。足んなかったな。あと4つ。ここから作れるかな。作れないか。じゃあ、あれ、これ松の木じゃん。松の木の階段いらないよ。何やってんのこれ。松の木の階段はいらんよ。何やってんのこれ。いらないよ、そんな。あそこの階段、松の木使うわ。ちょうどいいわ。ちょうどいいわ。ありがとう。16個。11個。足んねえな。ふい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 。こんなもんかな。19個、足んないな。どうかな。23個、十分だろう。白樺の階段をと1個欲しい。OK。ラベル、シフト押しそうになった。ラベル、ラベル。OK、OK。これ1回1回崩してからの。無駄な作業を入れてることによってね。尺を伸ばす。喋ることなくなっちゃう。喋ることなくなっちゃうから今適当なって。あと1個必要だった。作業台ちょっと欲しいわ。手元に欲しいわ。うん、ちょうどいいね。大丈夫か。まあまあ湧いてんだよな。さっきもゾンビ下走ってたしな。雲じゃなくてよかったぜ。あ
あれさっきも安定側の松明落とした、落としたままじゃない。はい、取りに来ただけ。わざと落ちた、今わざと落ちたから下スライムボール敷いとこうかな。そう、落下防止になるからいいね、スライムボール敷き詰めるほどねえんだけどさ。違う違う違う、ほいっと、よいしょ、ほっほっほっ、はい、無駄に張り切っていこう。ちょっとテンション低かったかな今回、ごめんね、慣れない早番で。やっぱ早番のローテーションだとね、一気に生活リズムが崩れるから嫌だ。5時、4時半に起きて、車、寒いからエンジンつけて、で、まあ、仕事行くわけだけど、まず最初の、まあ、8時、8時に休憩あった。8時じゃねえ。7時半、まあ、5時半から仕事なんでね、7時半に休憩あって、で、その後、9時に50分の休憩があるんだけど、それは、まあ、いわゆる、飯休憩ですよ。うん。で、そこで食うじゃないですか。それ朝ごはん。もうほぼ朝ごはんなんだけどさ。どうしようかな。ちょうどだかな。ちょっと見てこよう。てっぺん、あった方が良さげだね。気持ち悪いな。ここ、スーってなってるから、ね、なんだろう。まるで一本の棒がここに立ってるかのように錯覚するね。いいね、面白いね、これ。遠くから見ると棒なんだけど、近づくと立体的になって、面白いな。しかも、こう、扉だったっていう。面白いな、なんかトリック見てた。トリック的な、なんか、ね、風景。これはいらない。面白いな。シンメトリーだね。綺麗にシンメトリーだね。ただ、てっぺんはやっぱ、違うな。違うな、てっぺん。へい。あれ。へい。あれ。へい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 。おお、面白い、このアングル。何これ、オープニングで使えそうなんだけど。ちょっとアングルを変えていって。へい。へい。はい、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと息抜きをしたかったとき、ごめんなさい、ごめんなさい、手抜きじゃないです、ごめんなさい、ちょっと、あ、すいません、すいません、ちょっと、あ、すいません、おふざけがちょっと過ぎたかな、あ、すいません、そこどっちって、左側取らなくちゃいけないね、ここ今がいい感じにこっちに入ってたのに、もうこっち入っちゃったらもう一回取り込まなくちゃいけないじゃない、これ、もう、ちょ、もういいわ、じゃあいっぱいちょうだい。からもうネザーゲートの音が聞こえんだ。てか、エンドポータル。PSE でね、PSE の方ではもうエンドポータルがどうのこうのの話をしてるぐらいなんだけど、そこまでの知識は手に入れた。すいませんね、知識を手に入れてないと言っていて、実は知っていて、実は持っていた。意外と持っていた、知識。で、エンドポータルというのは、リスポーン地点付近に生成されることが多いですよと、フレンドの方にね、その人は俺よりもマイクラに詳しい人が一人いるんでね、教えていただいたんですけどね、うちのリスポーン地点が海の近く、これが意味してるのはやばいんじゃないかとこれはやばいんじゃないかと、海の中にエンドポータル埋まってんじゃねえかという恐怖。めんどくさいんじゃないかと。いいね。いいね。この方がいいね。これ普通の家っぽくなったでしょ。で、ここのね、原木があることによってね、しかも下とここがちょうどまっすぐになるように置いてなかった。置いてなかった。ごめん、置いてなかった。置いてなかった。ちょっとこれちょっとまっすぐにしてくんねえかな。
取っちゃうとまずいかな。ちょっと取っちゃうとここ消えちゃうな。でも、多くの葉っぱとか持ってなかったっけ、これ。持ってるな。持ってるけど、そこはなんかダメだな、もっと。取っちゃダメだな、そこは。あら。超まっすぐにしたいね、そこ。まっすぐにしたから、ちょっと疑似的にまっすぐにする。上から置かないと横になっちゃうからさ。また消えたな、今。これでいい。これでまあ。こっちから見たときにね、ちょうどまっすぐになってるでしょ。ね、突き抜けるみたい。突き破ってみたい。ね、面白いでしょ。面白いでしょ。手綱持ってきちゃった。だからこのガラスの位置は窓の位置は気に食わないな、ちょっと。まあ、ツリーハウスだからね。パッと見そこに窓があるとか、そういうわからない方がいいな。木のお家だからね。さあ、そしたらアカシアを刈り取って、松の木も刈り取って、植え直そうか。ね、今のうちに取んないと、下で作業するの、昼間じゃないと怖いから。ただね、アカシアがどうトリッキーな動きをするかでね、ちょっと怖いなっていうのがあるね。少々の不安を抱えているよ、アカシアの木は。あら、意外と高いね、この松の木は。ここに住めるぐらいのスペース。ちょ、その原木どこ行った。オッケー。あ、掘りすぎた。ホリング。とりあえずアカシアはここ。あ、じゃあ、待て。そんな慌てる必要もねえんだけどさ。ちょっと炭じゃねえな。松明の量が心もとないな。部屋の中に湧いちゃうのが一番怖いからね。何より怖いのが、建築中の中で湧くのが一番怖いからね。そしたらダークオーク、あ、そうだな、どうすっかな。ハサミ持ってきてアカシアの木の葉っぱ取るか。いや、柱にしたいなと。せっかくそこ柱っぽくしたからさ。あれ、原木はそこに刺しとけば、そこの葉っぱ取ってて、葉っぱじゃねえ、そこの原木取って大丈夫かな。若干あれなんだよね。もう一個あるか。あれだ、そこを取って去った。上に原木あんじゃん。じゃあいいや。取って大丈夫だ。ここまで取っちゃう。こうすればね。うん。いいね。こういう感じ。どうすっかな。あれ、今落ちなかった。残像か。この列なんだけど。7マス。7。4マスか。ここからの4マスか。そもそも、こっからの4だ。1,2,3,4。ここか。この辺か。この辺だな。2,3,2,3。で、ここに葉っぱが来る。この列に葉っぱが来るけど、土の横。とりあえずここにアカシアを生やしてみよう。アカシアさんはね、割とトリッキーな動きをするから、予想ができないからね。アカシアさんに関してもちょっとまずいな。さあ、うまくできることを祈って羊の毛を刈り取ってこようか。取れろ、くそ。ちょっとベッドこっちに、あ、下にあるんかい。いやいや、さあ祈りを捧げてくれ。来い。リセーブ。でも完成を見ない俺。逃げた。うわ、真上もしくはこっちに来てほしかったんだけどな。そう、惜しいんだ。それ向きがさ、この角度をさ、こっちにカカカカってカカカカって曲がってくんねえから、そしたらちょうどいいんだけどな。オッケー。これによってね、大体分かってきた。アカシアさん、あんたのひねくれっぷりがだいぶ分かってきて。
でもそういうのに振り回されるのも割と嫌いじゃないで。誰だ。さ、あれ、明石家さんってもしかしてない意味ない？ R、撮ってた。そうだ。あ、じゃあ、ちょっと増えとって。寝るわ。おはようございます。さ、でもまあ、この列でほぼ待ち、どっちの列だっけ、これだ。ここだよね。ほぼここで間違いないと。ここで合ってたんじゃないかと。さっきから一本の一列しか出ないけど、二つの二股に分かれてくれるっていうのを信じてるから俺。二股を計算してってのもありだな。とりあえずダークオーク植えとこうか。いやでもな、アシアさんのダークオーク何パー何マスいく？まあ、大体3マスだよね。3マスってのを計算してやらなあかんの。真下に落ちると 1,2,3 ここ合ってるか。もう一回見直そうか。 1,2,3 OK で、ここ明石家さん次第なんだよね。そう、明石家さん次第なんだ。そう、大黒。明石家の葉っぱの足りない部分をダークオークで補う。そういう感じ。もしくは、刈り取ってきた葉っぱで補ってもいいんだけどさ。とりあえず多くはいいや。白樺もとりあえずいいや。さあ、骨はないか。骨。全部村に置いてきたか。あったわ。あ、しまちった。2個じゃ無理だ。って、なんで鉄の持ってんの？俺なんで鉄持ってんの？あ、この辺走り回ってたら、あれか？あれか？クリーパーさんが爆破した鉄の取ったか？あ、2階で取った。ああ！あ、そっか。微妙に高いな。ちょっと計算外だな。ちょっと計算外だけど、横幅的にはさ、若干し、よ、なんだろう、のりしろがあった方が面白いんだ。7で、ここで何でしょう。8、9、9、10、11、足んねえじゃねえか。横幅足んねえじゃねえか。これ、こっち広いけど、こっちも広くして。振り回されんな。そういうのも嫌いじゃない。それ、ね、こう、まあ、嫌いじゃないよ。そういうの。うん、楽しんでるから。楽しんでるから嫌いじゃない。そういうのもね。嫌いじゃない。ちょっと、えっとこ。今どこ植えた？ここ植えた。じゃあ、ここだ。ちょ、いや、奥戻って、城に戻って、骨粉持ってくるわ。アシアが、まあ、大量に増えてくれるのは、とてもありがたいんでね。そのまんま、あの、一部屋作んなくちゃだから。半分。半部屋作んなくちゃだから。半ルーム。半ルーム。半分って英語、ハーフルーム。ハーフルーム作んなくちゃだから。なんかしやで。十分足りるんだけどさ。もう、いらねえんだけどさ。ロシなんて。あ、違う、ロシア。あ、ロシアって持ってなかった。ロシアでとりあえずサドル返してくれるか。ちょっと入れといて、ロシアって。ダメだよ、お前のじゃ、いいんだよね、毎回こう思うんだから、このアングルさ、なんだろう、まるでね、教会の入り口が神社の入り口になってるかのような、そんな感じにも見えるしさ。ちょうどね、あそこもちょうどいい感じに見えるしね。いいとこに作ったね、神社。自画自賛。自画自賛。ばっかして。うん。ASK でも言われた。自画自賛、つって。自画自賛、わら、みたいな。
いや、自画自賛しないとね、誰も褒めてくれないからさ。自分で自分を褒めるってないんだ。とりあえずこんぐらいかな。とりあえず持ってこうか、俺。まあ、こんなもんかにゃ。にゃっつっちゃって。感じて。カチッ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 。お肉。で、多分この辺のどっかに炭が入ってるから。この炭で松明を作ると。素晴らしい。素晴らしい。OK。素晴らしいね。うまいと欲しいな。あっちにうまいと欲しいな。サドルが1個しかないからね。王国にサドルを渡しちゃってるから。王国にサドル1個でしょ。まあ、もう1個欲しいな、サドル。やっぱもう1人欲しいな。人手が足りない。まあその分、その、だからこそね。あ、いいの立ってんな、おい。でもなんかな、なんか、なんだかな。のぺっとしてんな。と言いつつ私はもう打開策を持ってるんだが、俺ぐらいになるとね、打開策なんていくらでもあるんだ。なかった。打開策はあるけど、その材料がなかった。ここ。ここね。もう一個上の方が良かったかな。ここで一回。ここを、こうやってね、原木をこうやって使うことによってね、眉毛みたいになって。眉毛みたい。なんかそうすることによってのぺっとしてるのに、違うな。なんか違うな。まんのぺっとしてんだけど。なんでのぺっとするかな。同じ素材だとやっぱそこスッってなっちゃうからな。そう、なんか。あ、そっか、立体感がないんだ。そうだ。立体感出せばいいんだ。立体感出さないとノペットしちゃうからさ、そこをね、やっぱまだ経験不足だね。経験不足ゆえのね、過ち。3個ずつしかないってどういうこと？こう、OK。OK。はしご作ろうかな。まあいいや、これで完成だしね。邪魔。はあ。あ、ここにつけとこう。えい。まあ、このね、立体感を出すっていうのも、あの神社やらなかったらね、発想浮かばなかったからね、ほんとありがとうございます。ここまで恩恵を得ているよ。あの神社の恩恵を。まだ見たくなかった。まだ下から見たくなかった。お、ちょ、待って。ブシャーじゃないよ、お前。シャーじゃないよ、そこ取っちゃダメだ、お前。足汁をブシャーすんじゃない。誰の許可を得てんだ。危ない。やっぱ下スライムボール敷き詰めようかな。ダメージか。死んじゃう。オフ。シフト押してるつもりが、押してなかった。登ったばっかな。今登ったばっかなのに。そういうのも悪くないけど違うんだ。どうしようかな。まあ、それも悪くないね。むしろその方がいいかなって思っちゃう。そういうミスをすることによって、そうもいいかなって思っちゃうからダメ。ちゃんと確認しよう。違うね。へそ曲がり目。悪くない。そういうのも嫌いじゃない。危ないよ、それ。落ちるからね。落ちてもいいんだけど。さあ、どうなったか。違うな。違うな。立体感は出たよ。確かに。あっちとこっち何が違う？
階段か階段かじゃないか。そうか。そこは普通のブロックでいいんだ。やるなら。そんなのがいいな。違うの、ここ。気持ち悪い。変な風に段差できて気持ち悪かった。木材を使う、そこ危ない。木材くれ。窓から開けられるっていいね。こうすればいいんじゃないかな。はいはい、こっち楽楽でいい。あー、どうすっかね。ここ原木にしようかな。わかるよ、わかるよ。俺も今そう思って。サザエさんみたい。いや、いや、みんな思ってねえわ、そんな。思ってねえ、みんな思ってみたいに言うなし。なんか、もにゅっとしたね。全体的に。横から、この角度はね、いいか。この角度から見たときはいい感じなんだけどね。なんか、なんか違うね。ちょ、寝るわ。はい、おはようございます。どうしようかね。高い柵が思い浮かばない。斜めにさ置けてくれればいいんだけどね。あの、ハの字にちゃんとハーフブロックとかさ置いた時になってくれればいいんだけど、ならないからね。邪魔いったな。ついにはしごを作る羽目になったよ。しょうがない。作った方が早いもんだって。これトリッキーな登り方。ほいっと。ほいっと。で、階段を持っていこう。もしかしたらね、途中で一回多くの木をミスったけど、あの置き方いいかもしれないけど。いいな、時間ってのは。楽しい時間ってのはすぐに過ぎてくる。ねえ、最初の頃よく15分でやってたな。逆に15分しか話持たなかったしな、最初の頃。やることもそんな30分もやれなかったし、集中力持たなかったもんな。やっぱコメントがあるからな、今は。それだわ、間違いねえわ。今はコメントがあるからこそね、こう長い時間できるけど、前はコメントはなかったからね、そんな長時間持たなかったんだ。そうだ、絶対そうだ。登れない。そ、オッケー。で、押してる。これをこういう風に置いていってみよう。仮に、あ、なんかちげえな。分かってる。もう分かってる。もう分かってるよ。なんかちげえな。分かってるんだ。分かってるけど、物は試しっていう、そういう言葉があるか。物は試し。そして物はいいよ。いや、それ言っちゃうとなんか、なんか、俺がさっき言ったあれも嘘みたいになっちゃうか。コメントがあるからっていう。そう、さっきの階段と変わんねえぞ。さっきの階段と何ら変わんねえんだけど、何らかの違和感がある。あれ？こっちから見ても階段になってる。まあそらそうだな。どっから見ても階段だ、これ。いや、そらそうだ。そらそうだけどさ。そらそうだけどさ。階段置いてんだからそうなんだけどさ。すげえな。なんかどっから見ても階段って面白くね？こっちから見ても階段、こっちから見ても階段。あら、トリックアートだ。トリックアートだ。あ、これトリックアートだね、これ。シンメトリーかと思ったらトリックアートなんだ、これ。お、まっすぐかと思ったらね、まっすぐじゃないって。近づいたらまっすぐじゃないって。棒かと思ったら棒じゃなくて出っ張ってる。なんもないと思ったら扉がついてる。トリックアート。穴開いてんなと思ったら本当に開いてる。あるからね、トリックアート。本当の、そういうの。
わ、すげえこのトリックアートっつって、この部分一番すげえんじゃねえかなって思ったら本当の現実だったみたい本当にそうなってたみたい。これね、あのショックたるやね、あ、本物じゃねえかって、騙されたわってなるけど、ね、そういうずるいよね。ここのトリックすごくねっつって、マジすげえわっつって言ったら本物でしたって。なくていいわ、うん、逆にのっぺっとしてていいわ。トリックアートだからスッとしてた方がね、シンプルにいこうぜ。今気は進まないけどさ、気だけに。ああそうか、この階段つけりゃいいんだ。ほら、この階段つけりゃいいんだ。そうだよ、そうだよ、ここも階段をつければいいんだ。解決。神社で使ったテクニックがね、やはりここでもなんか立てるとね、一個なんか新しい立てるとね、そっからいろいろ思い浮かぶっていうのは素晴らしい。いろいろ応用できるようになっていくからね、新しい技術を身につけると面白いね。面白いね。マイクラって楽しいな。さあ、そしたら原木用意しよう。これ松の木だ。多くの原木、白樺の原木がない。ジャイアっつってたね、さっき。ジャイア俺もいい。松、多くの木をここにポンポンポン、次白樺の原木をここにポンポンポン、原木じゃない、木材をポンポンポン、そしてこのポン。いいのか。で、ここポンポン。いけるか？いけるか？ここいけるか？さっと、ポン。で、ここを、こうして、こうする。素晴らしい。次、白樺。はい、白樺。松の木の階段も必要だったか。全然いらねえとか言ったけど、 いるわ。ごめんな、ごめんな松の木。さっきはないかでしゃべるかって、いらねえよって言ってね。あ、早かった。さあどうだ。さあ、よし、のペットしてるのはジャックン解放されたね。解放じゃねえ、解消。なんだ解放って。自由への解放。こっからならね、作れるから。はい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 、6個、これは足りるか。ちょっとね、この階段つけたら終わりにしようかね、そろそろ。はい、とりあえず松の木はね、また次回松の木にちょっとね、このブリッコに、この子にまた次回持て遊ばれるんだけどさ、遊ばれるって、まあ、遊んであげるよ。松の木じゃねえ、アカシアの木と。ほっと、次回あの子とまたアカシアちゃんとね、遊んであげてね。ここにこうしてこうすれば、まあ一箇所だけで引っ張ってるっていう不自然さがなくなるんじゃないかな。こうすればね、不自然さが解消されるはずだから。さらにここにおしゃれさんをここに出して、おしゃれさんを、おしゃれ感って言おうとしたら間違っちゃって噛んじゃったから、そのままおしゃれさんって言ってるけど、ここにおしゃれさんを、おしゃれさんをここに一人出して、もう一人が便乗してくるから、でそうなるとブームが起こるから、こうなるから、このなんか微妙なね、段差できてるでしょ。あれがなんかもう木のこの感じを表して、木そのものを表して、ほらいいでしょ、面白いでしょ。なんかいらねえから、いらなくねえか、一番上の出っ張り真正面から見ると、まあいい感じっちゃいい感じなんだけどさ、上の出っ張りいらなくねえか。
れ、あのおしゃれさんいらねえな。あのおしゃれさんがいらないのか。でもどうせ出っ放せるならちゃんと綺麗に出っ放せるべきだった。あともう一段外に出っ放せて、ちゃんとした階段にした方が綺麗だな、これ。いや、むしろフラットでいいや。神社と同じ。でもなんかちゃんとしたピラミッド系の形の家を建てたことないしな。うん、あんまりそこの屋根に主張されても困るんだよ。屋根に力を入れたくないんだ。ここ一旦取り除いてみよう。こっからスライムボールに乗りたいね。はっ、うん、飛び越えちゃった。あ、これでいい。これの方がいいね。あ、この方がスッキリしていいね。あ、いいね。横から見たときにちょっといびつ感はあるけど、まあそれもそれで悪くないんじゃないかと。屋根だっていうのがわかるじゃん。いいね。いいね、いいね。やっぱ木って、やっぱいびつじゃん、葉っぱとか。そういうのも表していくか。なんかな。なんか美術的な感じのことをちょいちょい前回から言ってるけど。そんなセンスないんだけどね。じゃあとりあえず、まあ今回はこの辺にしときますかね。多く待つ待つ待つ。とりあえずしまえるものはしまっておこう。次回の時に何をやろうかっていうのを迷わないようにダークオークとアカシアの木を主張しておいて、主張させてね。ちゃんとスペースをなんだ、こうやってね、こうやっとけばね、ここでしまっといて OK。 こうしてこうしてこうしてこうだ。これでもう間違いね。これでわかるから。これまた次回撮るの来週の日曜日ぐらいなんだけどさ、2月18日に撮ってんだけどさ、そんな先になるか。ならねえな。でも3本ぐらい連続で使ってな。4本かな。この切り抜かれた家もまた悪くない。というわけで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。あ、ここ原木にしよう。ここ原木にしよう。忘れてた。ギリ外から見えるからね。接合部分だから。まあいいや。あれ。それじゃあね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントは私とのコメント欄もしくは ASK.FM まで。メンバー募集やコラボ実況に、いや、マルチなど、Twitter までよろしくお願いします。以上、若大好きレッド社長がお送りいたしました。あばね。